やっほー。はい、今日のコーコリア TV は、おすすめインスタグラマー女の子編ということで、今日おすすめしたいのは4ミニッツのひょなちゃんです。4ミニッツのひょなちゃんのインスタグラムは、なんだろうな、なんかね、あんまり統一性があるわけでもないし、こうコーデとかファッションとかをすごい載せてるって感じではないんですが、その写真の撮り方のポーズなんかがすごく自然体だったりして可愛くて、こう真似したりできるかなと思って結構チェックすることが多いですね。うん、なんかあとはこういう、なんかひょなちゃんのこういう歴が見れるというか、なんかこう未成の子が出てきたりとか、まあでもその分ひょなちゃんがやっぱりこういろんな人と写真を撮ったりして、結構男の子とかボーイズグループの子とかとも結構なんか距離が近い感じで写ったりしてるから、結構その一枚一枚が話題になったりとか、まあ叩かれがちになったりしちゃうんですけど、まあそれもなんかこうひょなちゃんらしいというかね、なんかこう気を使ってない感じとか気にしてない感じがひょなちゃんらしくて、私は結構好きかもしれない。まあ、何より撮り方がなんか可愛いかな。なんか顔、なんか結構同じ写真とかを4枚ぐらい一気にバーって載せたりするんですけど、その時のポージングなんかがなんかね、自然体でね、とても参考になるというか、私は見てて面白いです。なんかこう座ってたり立ってたりとか、顔が出てるわけじゃないんだけど、なんかね、撮り方は可愛いのでぜひ見てみてください。特別なんか加工とかなんかアプリ使ったりとかをするタイプではないかな、ひょなちゃんは。まあ、参考になるというよりも本当見て楽しむって感じですかね。なので皆さんぜひ4ミニッツのひょなちゃんのチェックしてみてください。なんかでもひょなちゃんのインスタグラムのいいねとかコメント数とかめちゃくちゃ話題になるぐらい、まあ、ひょなちゃんフォロワー数 M ですからね、それぐらい見られてるということで皆さんも要チェックです。ではじゃねん、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。